はーい、皆さんどうもピーマンです。というわけで今回は5年目シーズン公式戦最後の実況になりますよ。5年目も気がつけば公式戦はあと9試合、今回は9試合全てやっていくからね。そして今季はオリックスは強いね、今季も強いね。はい、もうリーグ優勝まで、マジック2が点灯してるため、もう今季も優勝でしょうね。まチームのことなんて正直今更どっちでもいい。そうピーマン、現在2年連続で3割を打ってきてる。現在の打率は2割9分6厘。いやいや、2年連続と来てたらやっぱ3年連続と行きたいよね。記録って伸ばしたいよね。現在は2割9分6厘、まだ3割到達してないんですよね。今回はもうチームはどっちでもいいので3割との戦いですね。勝つことはできるか、勝てるか、勝ちたいよ。勝ちたいけど現実はどうなるかわからない。この実況動画終了時、僕は喜んでるのか、それとも泣いているのか、どっちでしょうか。これから残る9試合、3割との戦いやっていきたいと思います。皆さんもついてきておくれよな。そしてここまでホームラン13本打ってますからね。こちらキャリアハイの記録になりますね。これも伸ばしていきたいよね。13中途半端だな。15がいいかな。OK、じゃあ西武3連戦からやっていきましょう。ボコボコに打ったるで。Here we go!さてやってきたぜ。1戦目からね、ヒット量産ですよ。ホームランも打っていきたいね。ただ通算300三振まであと4個と、これまたリーチかけてるね。あまりいい記録ではないですが、もしかしたら今回の実況動画であるかもしれないね。あと4個三振するつもりはないけどね。よし来た、イエース、まず1本来ました。ポポポポポン。これで打率上昇、2割9分8になったかな。おそらく2輪上がったと思う。あ、1輪しか上がってないね。2割9分7だ。3割まであと3輪ですよ。ふぅ、行こうか。一本一本が大切だからね。もちろんフォアボールも選んでいきますからね。OK。2打席目はワンアウトランナー1塁、チームは3対1。よっしゃ、牽制球するんじゃないよ。警戒するべきじゃない。勝負来い。勝負でいいんだよ。勝負しよう。野球しようよ。パワープロ君お願いしますよね。土下座するから勝負してこい。際のいとこ攻めてくるじゃないか。エロい感じ。おお、なんとか粘ったね。全力だ。早いな、これ。なんとか当てたよ。よし。足もありますからね。もしかしたら内野安打もあるかもしれない。よし。いいぞ。フルカウント。どこに来る？よーし、ここはなんとか選んだ。早い段階で追い込まれてたんだけどね。おー、ノーアウトランナー満塁。あ、この回また回ってきたね。3回の表だ。7対1。うわ、今日ちょっと打席多そうだね。その中でヒットを何本量産できるかが大切なんだよな。お、これもフォアボールか。3番だ。ただ打ちたいよね。あー、これゲッツーか。ダメ。どうだ、足は。ゲッツーは免れたが、ここで凡退、得点圏で打ちたかったよ。ダメ、チェンジアップだね。苦手なチェンジアップやられたよ。さて、あ、ここはちょっと長打狙いに行ってもいいかもしれないね。もちろんヒットも打ちたいですけど、ホームランも打ちたいですからね。ツーアウトランナーなしですから。あー、カーブ全くタイミングが合ってないわ。うわー、これで通算300三振まであと3つか。くっそ、今の全く反応できなかったな。やばいよ。さて、ツーアウトランナー1塁。チームは10対5。うん、ここもね、もう一発狙いに行きましょうよ。ヒットもそうですが、ホームランも打ちたい。先ほども言ったよね。13本では僕は納得ができない。13ってなんか不吉な数字っぽいじゃん。ねえ、15行きたいよね、君の意味。おお、どうだ、イエース、強振でうまく引っ張ったね。ホームランではないですが、シングルヒット、すごい勢いだ。セカンド全く反応できないね。動けてない。うわー、お、ツーアウトランナー3塁。確実に打点を上げたいが、ここも一発狙いでやっていこうか。カモン。強振でもヒットを打て出したら、ちょっとピーマン的にものすごく調子がいいってことだからね。今いいのかもしれないね。チェンジアップ、1球見るよ。3-1だからね。3ノーだからね。これは、うーん、これも選びましたね。さて、チームは11対6の圧倒的勝利。ただ6点取られてんだね。11点取ったのはいいが、6点取られるチームは嫌いだな。完璧に抑えてくれないとね。先発さんもさりげにやらかしてるからね。ピッチャー陣さんもね。はい、
あ、奥井が16号打ったね、同期の奥井ですよ。いや、奥井にだけはね、これ成績負けたくないですからね、今のとここの5年間負け続けてきてるんでね、4年間。この5年目こそはね、勝ちたいんですよ。まあ、ピーマンもね、今季あまり打ててないです。ただ、奥井もそれ以上に打ててないんでね、今んとこ出塁率だったり OPS 打率見たら勝ってますからね、こっちが。まあ、シーズン終了時点にはどうなるかわからない。こちらの成績もシーズンの試合が終われば後で見ていきたいと思います。よし、じゃあ引き続き西武戦やっていこうか。んー、どうしようかな。練習しちゃおうかな。練習で OK ですね。しゃあ、ミートアップ。おー、あー、これ、上がってないの？能力上がってないの？マジで？上がってるような気がするけどね。はい、西武2戦目行きましょう。おー、マジック1か。この試合勝てばシーズン優勝ですね。オーケーオーケー、決めましょう。西武ドームです。うわし、この試合勝てば優勝だ。リーグ優勝に貢献していこうよ。カモン。1打席目もう1番は決定だね。リードオフマン起用はね、ただ時々5番で使われる時もあるけどね。まあただ1番決定ですよ。よかったよかった。やっぱ1番欲しかったんでね、この座というのは。あ、来季も当然1番で使ってくれると思いますがね、うん、さて3ボールだ。1球もないぞ。木口くん、どうした どうした、怖いのかな、入れたくないのかな。でも入れないと。さて3ワンだ。もう次打ちに行くよ。今のは見ちゃったけどね、打とうと思えば打てる。どうだ、内野安打あるか。どうだどうだ、イエス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 、ここはサードの内野安打。いいね。で、打率は2割9分9厘来たぞ。あと1本打てば3割乗るね。そのあと1本がね、打てないんだよ、今季は。だから乗せられないのね。ボール、スライダー。ツーアウトランナーなし。ここでは1本が欲しい。そこからこっちに来るなよ。あっち行け、あっち。外行け、外。中来んじゃねえ。逆だよ。投げました。あー、これ内野になるか。いや、これはないね。この打球では内野安打はないよね。2打席目は凡退、サードゴロか。打球の勢いがありすぎたね。うーん、2割9分8厘に転落ですよ。大丈夫、また打てる。また打つだけの簡単な作業ですから、ここからの凡退は許されないよ。投げた、インサイド決まってストライク。 OK、 第3球を投げた。おい、ストレート振り遅れてる。ファール。さてワンツーパンチで追い込まれたぞ。スライダー、あー、これも打ち損じた。どうだ、ファールゾーンに入れ。ファールゾーンに入らない。フェアゾーン、ファールゾーンに落ちたね。いやいやいや、スタンド入ってほしかったんだよ。ダメ、ここでも凡退やらかしてるね。今の結構得意なコースなんだけどね、スライダーだったよね。お、盗塁、どうだ、盗塁はセーフ、いいね。得点圏に移動したよ。チームは3対3ですからね、勝ち越しのチャンスだよ。ここで打つよ。ワンツー追い込まれたけどね、大丈夫。ここから打てばいいのに。三振、これで通算300三振まであと2個。リーチをかけとるね。まず 1打席目にヒット以来から全く打ってないね。打てないわ、凡退しまくってるね。チームは5対3と勝ってるね。これでリーグ優勝は確定かな。うわ、入ってる。際どくない、低くない、入ってないでしょ。どっちかといえば引っ張った打球は、これもメヒアに取られた。いいとこ打ったと思うけどね、一塁線。あ、また来たね、また来た。うわ、打率2割9分7厘、本日は5打数1安打。打席がよくあるが、1本しか打ってないんだよな今日は。もうここは長打狙いでいきましょう。ツーアウトですしね、ランナー2塁1塁、チームも7対3ですから。ヒットはいらん、1本、14。うん、際どいとか入ってる。3ワンダー。第5球投げた。おお、引っ張った、チェンジアップ。ここも凡退。今日は6打数1安打で打率を2厘くらい下げたかな。はい、チームは5年目リーグ優勝ですね。これで5年連続リーグ優勝。パワープロのオリックス強すぎるね。圧倒的ですよ、本当に。もうパリーグは何の面白みもないからね。ずっとオリックスが強いだけ。いや、チームのリーグ優勝は喜ばしいですがね、あまりにも勝ちすぎてるんでね、なんかね、面白くないよね。もっとなんか弱いチームに行って、ピーマン自身がリーグ優勝へ導いていくという感じがいいんじゃないでしょうかね。最初から強いチーム入ったからね。はい、5年連続17回目です、オリックス優勝。今季もね。ただピーマン、この試合で6打数1安打、
まあ、チームの勝利はもう正直どっちでもいいです。リーグ優勝とかも興味がないんでね。5年連続ですからもうありがたみがないでしょうね。もういいよって、それ走れ走れってなっちゃうんだよね。ただここ今大切なね、時期に3割と戦ってる時期にね、6打数1安打はやっちゃダメなんだよ。とりあえず3割に乗せたいね。3割早く乗せたい。安心感が欲しい。今ものすごく焦ってるから。これで2試合実況して しましたよね。残りはあと7試合。プシュー、何の音じゃ？エロい音。山田さんの攻撃、クソ負けてらんねえ。ピーマンやり返すぜ。やられたらやり返す。へいこぐぞ、ブ、オーマイガー。コーチ、攻撃だ。プシュー、うわ、この野郎。いいね。監督だ、森脇監督。攻撃だ、行こう。あら、ぐわー、目がしみる。ちょっとやりすぎたじゃないでしょ。空気読めよ、監督。いやいや、これで監督の評価下がるのは納得できない。それ森脇監督、ただノリ悪い人だよ。ねえ、そんなの森脇監督じゃないからね。あ、私がゲストで来てるよ。そう？そうなの？俺、優勝の原動力？嘘ついてるな、こいつ。わかるぞ。3割打ってないやつが優勝の原動力じゃねえだろ。おお、これまた OB じゃないか。別の OB だね。何？うん。優勝アイテム。何送ってくれたの？おお、グラブか。さて、チームはリーグ優勝しましたが、まだまだ公式戦は続いていくのでね、残る7試合やっていきましょう。現在打率は2割9分6厘ですか。3割は遠いね。はい、セーブ3戦目。ゴー！負けられない戦いはあと7試合も続くんです。胃がもたれてきた。なんか胃から変な息が出てるよ。ね、死ぬよ、プレッシャーが半端ないね。3年連続3割への道。行こう。1打席目、ボール、選んでいくよ。選ぶことも大切だ。出塁率も高いからね。通算出塁率が確か3割7分以上あったかな、今のところは。まあ、この先下がることもあれば上がることもあると思いますが、今のところはなかなかいい感じ。さて、追い込まれた、どこ来る。低い低い低い、そんなとこボールだよ、ボールだよ。ほい、カブ、おお、捉えた、いいぞ、ツーベースあるか。長打来たね、長打コース、長打コース。イエース！ 1 打席目、岸のカーブをうまく捉えたね。岸カーブをうまく捉えて、2ベースヒット。イエーイ！最高に気分がイエーイ！さて、2打席目、やっていこう。よし、あ、どうだ、これも落ちるか。落ちてくれ、落ちてくれ。後ろ向きで取れるかな。センスの問題だよ、本当に。素晴らしいセンスだよ。ね、メジャー行った方がいいんじゃねえか、思うよ、俺は。メジャー行くべきだと俺は思うよ。いや、今のヒットだけどね、ヒットなんだけど、ヒットじゃない。面白いね。さて、これも捉えたか、真正面。カーブね、残念ながらこのカーブをヒットにすることはできなかった。これ1打席目はこれをうまく打ってのツーベースだったんだけどな。さて、4打数1安打では打率は下がるからね。4打数2安打マルチヒットじゃないとね、4打数1では下がるんです。ダメなんです、カーブダメだ。1打席目と同じコースに来たんだけどね。追い込んで第4球を低め、際どい。カウントは2ボール2ストライク。投げました。振らなくて正解だった。切れるな切れるな切れるな、思いっきし切れた。最悪だ、夢も希望もない。さて、フルカウント、ファーボールもありだ、ファーボールもありだ。どうだ、こんな高いとこ入ってないでしょ。際どいし入ってないよ。どっちかといえば、どっちかといえばっていうやつはもう全部ボールにしよう、そういうルールにしよう。ねえ、うわ、マジか。これで4打数1安打で9回の表またやってきたね。これで5打席目か。頼む、もうここがちょっと長打狙いでね、相手のピッチャースタミナないですし。ほら見て、嫉妬来るよ、みんなど真ん中来るんじゃねえか。これあるぞ、どうだ、あー、嫉妬だった。これも強振で捉えたが、セカンドゴロ。はー、チームは4対1で勝った、いいんだ、チームの勢いがあるということは俺は分かった。もうそのアピールいらん。今必要なのはヒット1本多く打つことだよ。ダメなのに、打たないとダメなのに。5打数1安打、今日もだね。
5打数1安打では打率を下げるんですよ。今日もまた2厘くらい下げたかな。どうだ、打率何割になってるの。2割9分5くらいかな。3割か5厘差くらいになってると思うよ。あー、2割9分5だ。まずい。まずい。残る試合はあと6試合だよね。あと、うん、合ってるね。6試合。で、残る試合はあとロッテ3連戦と、ソフトバンクのカードだね。じゃあこれからロッテ戦やっていきましょう。やばいぞ。戦いはまだまだ続くね。しかし厳しい。実に厳しいよ。QVC マリンフィールドです。行こう。行こう。行こう。さてこい石川。第9。五輪を取り戻す。愛を取り戻せ。五輪を取り戻せ。行こうか。絶対打つぞ。第3球を。1打席目からもう。ボコスカボコスカ打っていくからね。投げました。擬音は合ってるかどうか分かんないけどね。なんだボコスカって。あ、どうだ。よし決まった。これは内野安打確定ですね。はい、ショートへの内野安打。まず1本出ました。出ました。ただ1安打だけじゃダメだからね。ここのとこ6打数1安打5打数1安打とちょっと1安打のみの試合が続いている。打てないよりかはマシですが、それではダメなんですよ。現在打率は2割9分6厘。なあ、2ストライク。第4球を投げた。あ、バル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 。さっきこれストライク判定取られたよね。納得はできなかった。これはどうだ。サードの頭。イエスイエス、取られたかと思った。よし、今日マルチヒット。とりあえず1安打からの10爆から抜け出したね。呪いからね。オッケーオッケー。これで一気に2割9分8厘。これもう1本打てば3割乗るかもしれんね。いや、2割9分9かな。いや、わからんが、とりあえずもう一歩、もう出しようと言いたいとこだが、流した打球はショート真正面。これではダメ。ミートはバッチシだったね。バッチシすぎて逆にダメだったってパターンだ。宮西じゃないか。あー、どうだ、内野になるか。カモン、もう出しよう、カモン。いやー、そう、イエスイエスイエス、もう出しよう、いただきました。これで打率は現在何割だ。2割9分8厘ね。オッケーオッケー。第9、いいぞ。4安打いこうよ。5打数4安打。第2球。5打席目。わお。わお。わお。投球は3球目。うわあ、最後は高め。釣山だ。騙された。完全に釣られたね。魚のごとく。完全に釣られたね。もう打賞。もう一本欲しかった。しかしこれで打率を上げましたね。5打数3安打ですよ。足が速いっていいね。打ち損じてもヒットになるから最高だよ。ただこれではダメなんです。もっともっと竹本並みに打っていかないとね。 OK。 おお、赤い湿布のように。あ、そうだね、さっき15試合連続安打。おお、あ、やばいね。カモン、スチールスパイク、ミッションクリアだ。赤い湿布のように。これ初めてクリアしたんじゃねえか。こちらね、15試合連続でヒットを打てばクリアになるんですが、自分でもびっくりしたね。そんな打ってたんだね。次何？ああ、2だ。赤い尻尾のように。いや、安打20試合連続。でも3割目指すなら打っていかないとダメな。うん。まあ、もしかしたら日本シリーズなのでヤクルトの対決あるかもしれんね。じゃあロッテ2戦目。残るは5試合。ここまで15試合ですからね。この記録を20試合に伸ばしましょうよ。いかっか。はあ、まだ続くのか、この戦いは。あと5試合も続くんです。そう。さて、今日の先発はナルセ。まだロッテにいるね。これはパープロ2014のデータですから。プロ野球の2014年のデータですからね。本来ならヤクルトにいますよね、現在は。まあ、そんなのはどっちでもいいんですよ。ナルセがどこにいようが。ね、関係ない、そんなのは。ヒット1本多く打つことだよ。ホームランも打ちたいね。どうだ？ここはタイミング外された。まあ3-1ですから、まだ大丈夫。投げました。流した打球、はい、完璧だ。これは完璧、よし。これでまず1安打。これで16試合連続安打ですね。続きますよ。赤い疾風のように達成することはできるかな。それも達成したいけど、今大切なのは3割だからね。現在は2割9分9厘。3割手前、さっきもここまでは行ったんだよね。ここから落として、ちょっと2割9分5厘の間をさまよったんだよね。ここがまた一つ壁があるんだよ。2割9分から5厘から3割のね。
厚い壁が見えない厚い壁が、しかし今回はそれを乗り越える。投げたストレートによって際どいとこ、ボール判定でもいいと思うけどね。第6球を投げた、どうだ、よーし、これで3割乗りましたね。マルチヒットをいただきました、ごっさんです。確実にチェンジアップを捉えた。現在3割ちょうど、ワンアウトランナー1塁3塁だ。チャンスで回ってきたね。投球これから2球目、打点も現在65打点ですから、まあこれは5番で稼いだ打点もありますけどね。シーズン前半はほとんどよりか全部が、シーズン前半すべて5番だったんでね。どうだ、超えるか、うーん、フェアゾーンに行ってほしかったね。さて追い込まれた、2ストライク、うん、ここで外れてフルカウント。いや、犠牲フライでもいいわけですからね。第6球を投げた、よし来た、犠牲フライか、落ちるか、どっちだ、犠牲フライだね。よーしよし、いただきました。あ、犠牲フライでは打率は落ちませんからね、送りバントでも落ちませんから。よしよし、ここではまあ最低限はできたね。打点も上げれた、66打点目。第9、よしいいぞ。投げました、当然ここでまた凡退したら打率が2割9分台に落ちると思うんでね。ここで1本打って、とりあえずこの試合を3割乗せて終わりたいね。だいぶ心構えが変わってくるよ、そうなってきたらね。2割9分のまんま試合に臨むのか、3割のまんま試合に挑むのかというのはまた違うからね。ファーボールでもいいわけですから、ここは。流した打球は、よーし、これはサード取れない、ナイス、猛打賞2試合連続。ここに来てヒット量産しまくっとんな、やべえよ。3割0分2厘きたー。3割0分2厘は初めて3割打った年の打率ですね。これ3年目に3割0分2厘を打ったんですよ。前年は3割1分8厘ですね。結構余裕があったわけですが、ここは凡退か、まあいいや。よしよし、これで3割乗ったまんま試合を終えれたね。チームは10対5ですよ。あ、奥井が大活躍しとんな。いや、俺もしたけどね、うちのピーマンもしたんですけどね。なんでそっちにスポットライトを当ててくれないのかっていうね。打点も大切ですけど、出塁することも大切だと僕は思うんですよね。よし、2試合連続猛打賞、4安打数の3安打1打点です。最高すぎるね、笑顔しかないよ。16試合連続安打、これを20試合まで続けると、先ほど出てきたような赤い疾風のように丸2がクリアになるんですね。これもぜひ一つクリアしてみたいけどね。クリア しなきゃダメだよ。おお、3割乗ったね。現在3割0分1厘。よし、じゃあ次でロッテ戦は最後になりますね。あと残るシーズンの試合は4試合です。うわ、これやばいな、プレッシャーかかるな。やばいやばいやばい、絶対負けちゃダメだからね。負けられない戦いはあと4試合続きます。この試合で凡退は許されない。とにかくヒット1本でも多く打つこと、それが一番大事なんです。そうなんです、ヒルなんです、エルなんです。行こう、 QVC マリンフィールドです。うーし、来たぞ来たぞ来たぞ、もうここで凡退は許されんぞ。よしよしよし、プレッシャーかかるよ。手汗が半端ないね、手汗が半端ない。たかがゲームなの、手汗が、いや、たかがゲーム、されどゲームだ。3年連続3割です。行こう。ボール、やめろ、際どいとこ投げるな。第4球を。甘いとこ。投げました。うわ、ダメ、高め釣り球。ここに来てちょっとボールとストライクの見極めがあやふやになってる。よし、来た、よし、来た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 、ツーベースあるか、ナイス、ナイス、ツーベース来た。オーケー、まず1打席目に早速出ましたね、ヒット。これで17試合連続安打打ちまくってますね。ノーアウトランナー1塁だ。打率は3割0分2塁。あれ、あ、1輪上がったのか。打席数も多いですからね、1輪くらいしか上がってきてないね。2輪上昇してくれたらだいぶ違うんだけどな。よし、スリーワン、ファーボールでもいい、ファーボールでもいい。第5球投げました、どうだ、ファール、よーし、これフェアだった、真正面だったね。どうだ、あ、どうだ、よし、これもファール、ボールだけどね、ボール球振りにいってるね。よしよしよし、これ危ねえ、今のちょっとヒヤッとした、ゾッとした、入ってたなって思っちゃった。審判ありがとう、
審判に助けられたわ。完全入ってたんじゃない、よくわかんないけど、まあいいや。フォアボール。うー、これも追い込まれた。ツーストライク。第3球。おお、どうだ、これもファウル。3球勝負できたな。なんとか当てたけどね。第4球を投げた。よし、ボール、サークルチェンジ。騙されるわけないよ。第5球投げた。ほいほい、どうだ、打ち上げただけ。落ちろ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 、イエース、これでマルチヒット、イエス。打率は3割0分4厘急上昇ですわ。ここから首位打者とか狙いに行ってもいいんじゃない。いや、それは調子に乗りすぎかな。いや、神はいるね。明らかに神はピーマンの味方だよ。あれ落ちるか、完全に打ち上げた打球だと思ったけどね。俺は神はいます、今ここに。あー、しかしここは捉えたが真正面だ。どうだ、最終打席は回ってこないね。チームは3対1で負けた。しかし今日もマルチヒットですか。猛打賞じゃないよね、今日はマルチヒットだよね。あ、猛打賞か、今日も猛打賞だっけ、違うよね、今日はマルチだよね、合ってるよね。うん、今日はマルチですね。1個のファーボールを選びました。最後打ちたかったね。3打数3安打、一郎じみたことを やりたかったんだけどね。よっしゃ、これで17試合連続3割乗ったまんま今キープしてますよ。ただこの先何があるか分かんないからね。公式戦の試合は残るは3試合、ソフトバンク戦になります。ここで打率を下げて3割切るということも当然ありますから、全く打てなくなってね、プレッシャーに弱いから、プレッシャーに打ち勝てないからね。ただ負けられる、負けていいわけないでしょ。ここまで勝ってきたんだ、最後も勝ちましょうよ。ここで負けたら俺はもう泣きますよ、もう大泣きですよ。血の涙を流しますよ、お願いします。さて、ソフトバンク戦参戦、これで5年目が終了ですね。悔いのないように頑張って頑張っていきましょう。一つでもそう勝っていくんですよ、そして打っていくんですよ、ボコボコにね。よーし、やってきた、負けられない戦いが。モイカ省略だ、何度も言ってきてる、行こう。第9投げました、よし来た、1打席で捉えた、落ちるか、落ちる落ちる落ちる、イエス、またヒット、オーケーオーケーオーケー、またヒットですわ、1打席目に。やばいね。しかし1番バッターは一番こう打席数が回ってきますからね、当然チームが打てば打つほどたくさんの打席数が回ってくる、それは逆にプレッシャーがかかるんだよね。ツーアウトランナー2塁、2打席目簡単に追い込まれた、ワンツー、カウントワンボールツーストライク、投げた、どうだ、うわ、この得点圏で凡退か。ここの2打席目は受けず凡退だ、得点圏でしたがね、打ちたかったよ。おお、通算700安打まであと8本ですね。これもしかしたらこの3試合で、いや、この3試合で7本ってかな、もう打率一気に3割1分乗るね、そんなことがもしあればね、もしあれば行くよ、下手したら3割2分乗るかもしれない。うわー、ここも凡退、あかん、現在3割0分4厘、ここも凡退、3割3分落ちちゃったね、3割0分3厘ね。まずい、マルチマルチマルチ、ここでシングルはあかんよ、流れを止めるなよ、流れを止めるな。今ものすごくいい調子でヒット量産してきてる、4試合連続マルチヒットだよね。わ、来た、はい、内野だ、決まった、 OKOKOK、 もう聞かなくても分かる、そう、内野だです、これでマルチヒット5試合連続かな。 OKOKOKK、 そしてノーアウトランナー2塁、ちょっとここも、ここはちょっと一発狙いでいこうかな、打率も欲しいですけど、ちょっとホームラン打つの忘れてたね、13本はちょっと気持ち悪いんで、ちょっと強振でやっちゃいましょう。よし、スローカーブ、フルカウント、フルカウントじゃないね、スリーワンね、バッター有利なカウントですよ。さあ、時は5球目、うわー、しかしここは打ち損じて、おお、あー、これはヒットではないね、フィルダースチョイスだ、相手のエラー扱いになりますね。マルチヒット打ちました、最後はまあ残念ながら凡退でしたけど、ただまた打ったんでいいでしょう、いいんですよ。お、金子千尋が今どえらい勝利数だったな、まあ後で見ていこうか、今パッと見すごい勝利数出してたんだけど気のせいかな、
20勝を挙げてたような気がするよ。はい、これで18試合連続、20試合まであと2か。公式戦もちょうどあと2試合しかないからね。行きましょうか。現在3割0分4厘。次またソフトバンク戦になります。厳しい戦いはあと2試合続きますが、皆さんまだまだお付き合いください。行きましょう。残る2試合レッツゴー。行こう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 、やってきた、カモン。打ってくで打ってくで、今まで同様打ってくで打ってくで、カモン。第2球、謎の歌が始まったね。びっくりした自分でも。バッターよく見ました。なんか始まってたね。ダメ、バッター追い込まれました。追い込まれた。ワンツーパンチで1、2の3。あー、チェンジアップ。みんな誰しも持ってるチェンジアップ、辛すぎる。うわ、まずいな。3割3厘に落ちたね。飛んで投球、これから2球目。よし、ワンアウトランナー2塁。ちょっと得点圏で打ててないからね。ヒットは量産してきてるが、ちょっと得点圏で凡退しすぎかな。それはダメ。次が4球目、投げた。よしよしよし、内野になる内野になる。どうだ、内野だわ。ないのか、ないわな。ここも打てず3割、現在3割3厘ね。 OKOKOK、 よしよし、ここでの凡退あかんよ。ここでの凡退あかんよ。ここでいかんよ。全打席凡退あかんよ。投げました、打ちました。どうだ、ファール。よしよし、もうフォアボールでも何でもいいから1個出塁すること。投げました、よしよし、1本出たね。よかったよかった。もうヒヤッとした。2打席ちょっとなかったからね。今までは1打席目に1本必ず出てたんだけどね。悪い流れ突入かと思ったが、よし、一発出てくれた。第9投げました、打ちました。おー、ファール。ちょっと強振でいきましょうか。チーム2対1で負けてるんでね。投げました、あ、ダメだ、うん、ミートでいこう。簡単に追い込まれた。二塁へ牽制を送ります。ノーアウトですからね。二塁はセーフ、投げました。あ、低い。ふぅふぅふぅ、プレッシャー半端ねえ。さあ、時は5球目。あー、これもショートゴロ。落ちる球を引っ掛けた。もう一打席回ってくるか。回ってきたね。いいんだよ、回ってこなくて。打席数を多くするな、バカ野郎。あ、あ、どうだ、悩んだか悩んだ。あー、どうだ、これエラー。ヒット、よし、ヒットヒットヒット扱いだ。正直エラーかなと思った。ただチームはサヨナラ負けか。複雑な気分。今日もまたマルチヒットでしたが、チームはさよなら負け。ちょっと最後エラーかなと思ったけどね。まあ取っててもアウトというタイミング、セーフというタイミングというのを判断したらしいですね。ありがとうありがとう、パワープロ審判。感謝するよ。今だけは君たちに感謝する。いつもは君たちのストライクゾーンに泣かされてるけどね、今日だけはね。まあ確かチャンスで凡退したが、5打数2安打リードオフマンの仕事はきっちりしたぞ。これで19試合連続安打。残る1試合です。残る1試合3割キープできるか。多分もう俺3割キープできるよね。できる、いけ、できる。あ、もういったね、いった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 。次の打席、多分全試合全打席凡退しても多分3割でしょう。多分ね。まあそれはまあシーズンが終わればわかることですから。その試合は、次の試合終わればわかることですから。そして20試合連続安打、こちらの方もリーチをかけてますから、会シップのようにクリアすることができるか。泣いても笑ってもこの試合が最後になります。悔いのないように一発打って3割キープいきましょうか。来ました、来ちゃいました。最後も頑張っていきましょう、笑顔でね。車先頭出したホームランとかもありじゃないか。初球はボールか。ガモン、東浜くん、ちょー、これもボールか。失投だったね。ど真ん中に来てくれたらよかったんだけどね。なお、よしだったね。えい。さて、現在3割飛んで5輪。これもボール。ファーボールもあるよ。次は5球目。お、あ、これもヒットか。どうだ、悩んだわ。アウト、わーい。審判、これはセーフだよ。間違いなくね。間違いなく俺は文句をつけたいよ、審判にね。無能な審判に一つ文句を言いたいね。確実に今のはセーフだということ。まあ、悔やんでも仕方がない。2打席目。ここはフォアボールあるか。カウントは3ボールノーストライク。
投げた、入れてくる、いいね。ここは1球見ました。3割飛んで4厘ですから。どうだ、あー、これもショートライナー、今宮取って取られるか。現在3割0分4厘。おー、どうだ、落ちるか、落ちる、落ちる、落ちる。これもセンターライナー、飛んでるとこはいいんだけどな、運がないな。現在3割0分3厘。いや、最後一発打ちたいよ。もうとりあえずこれほもう3割9分は確実だと思うんだよね。あ、やっぱあと1本落ちたよな、ヒット。その最後のヒット1本を本塁打で終わりたいかな。投げました。個人的にはね、20試合連続安打を最後の締めくくりを一発で、あー、ダメー、最後来るか、うわ、来なかったね。チームは3対2、最後の最後ノーヒットか。出塁することもできず、連続安打も19、連続出塁も19、どっちも終わったね。マジか、俺最後の最後をやらかしたな。ただ打率はだよね、打率はキープだよね、そうだと思いますよ。どうだ、うん、あ、これだよね、赤い湿布のように。残念ながらクリアすることはできませんでした。丸2、最後の最後爪が甘いというと、なんていうか、もう腹立つわ、怒りを覚えるね、自分に。あ、これで公式戦が全て終了したね、シーズンが。うん、バッファローズは19勝9敗1分け、圧倒的な強さ。セリーグ月間 MVP、 パリーグね、あー、残念ながら取ることはできなかったね。あー、ご報職、2018年のシーズンは終了したわけだが、今季は1位という最高の結果だった。連敗を達成できたのは本当に喜ばしいことだ。しかし気を抜くなよ、 CS で負けては元も子もない。そうです、元も子もないんですよ。こんにちは、パワフルスポーツです。司会の福田です。長谷川です。プロ野球の全日程が終了しました。あ、これもしかしてタイトル取れた？おいおいおい、今までこのマイライフまだ一つのタイトル取ってないからね。なんか来たんじゃねえか、これ。何？ピーマンが獲得したタイトルは？ベストナイン！アイコノイか！まあいいでしょう。はい、これでこのマイライフ初めてのタイトルですね。ベストナインいただきました。今まで何も取れてなかったからね。よかったよかった。ようやく取れたよ、ベストナインというタイトルがね。これからじゃんじゃん取っていくから。OK! じゃあ、今季の成績、振り返っていきましょうか。はい、今季の成績はこんな感じ。はい、3割クリアですね。3年連続3割。今回はほんと厳しい戦いだったよ。2割9分9厘までね、最初は乗せたんだけど、その後打てず、また2割9分5厘に落ちて、そこからなかなか上がれず、最後猛ダッシュ、猛攻をかけて乗せて、まあ最後の最後全部凡退でしたけどね、最後の試合。まああれは悔しかったよ。うん、ただ乗りました。本当に嬉しい。3年連続です。ギリギリですけどね、3年連続で。ただ4年目も行かないとダメだからね。4年目もまた3割いっちゃおうかな。そして試合は、マックス144試合ですね。元気にフル出場。打数は575打数の174安打。うん、前年と比べて2安打多いですし、そして打席数も、30打席増えてますね。2塁打は前年と同じ35本。本塁打は13本。15打ちたかったけどね。今季は、まあ、キャリアハイの13になりますね。で、打点は60打点。で66打点ですね。前年と比べたら4打点減ってますが、まあこれとしゃあないですね。途中からリードオフマンでの起用になったんでね。得点圏打率は3割3分8厘。はい、これで5年連続得点圏打率が3割ですね。こちらの方もね、キープしてるんですよ。通算得点圏打率は3割4分2厘とチャンスに強いですね。本塁打率は 44.2 打席、44打席に1回ホームランが出てるという計算ですね。前年と比べても約1打席ホームランのペースが早いね。まあ1打席のみですけどね。うん、で、得点が95得点、リードオフマン起用なので、得点が前年と比べて10得点増えてますね。10得点、約ね。で、三振が79個と、キャリアの中で一番多い三振数ですね。あ、通算300三振も達成しましたね。不名誉な記録、いいのか悪いのか。
複雑な気分。そしてフォアボールは84個と前年と比べ、前年と同じ80個選びました。でこの辺は全部ゼロですね。デッドボール、ギラ、ギヒが1個ですね。で併殺が11個、多いな。過去には21個したシーズンもありましたからね。そして盗塁は13個、成功率は5割と低い、する価値なし。ただ盗塁数だけ見たらキャリアハイの13ですね。初の2桁。出塁率は3割9分1厘、残念ながら4割乗せることはできなかったね。しかしこれはキャリアの中で2番目に高い出塁率。そして長打率も4割3分1とちょっと前年に比べて下げましたね。 OPS も8割2分2、前年は8割後半あったんですが今季は8割前半。いやもう今季はね、前年よりねすごい、4年目よりも大きくいい成績を出すというのが目標だったんですが、残念ながら最初の目標というのは達成できなかったね。そして猛打賞は12回、対左打率は3割1分5厘、対右は2割9分6厘、エラーが1個、守備率は9割9分1と高いですね。エラー1個しかしてないからね。うん、やはりね今季不調だったというか、まあ、3割ギリギリだったというのはですね、やはりこの対右に対して2割9分6厘3割を切ってるということですよね。前年は3割2分打ってますからね。どっちかといえば右を得意にしてきたんですけど、通算で見ても右の方を得意にしてますよね。そしてねこの5年目はね、4年目にあったアベレージヒッターがなくなったので、それもあってちょっと3割乗せるのが厳しかったね。ただ今季は内野安打という特殊能力がついたのでね、さっきこの試合でもこの実況でもそうでしたが、内野安打をね量産しまくったので、まあ逆にそれもあったおかげで、うん、いけましたよね。アベレージヒッターと内野安打がついてたらどうなってたんだろうね。すごい安打を量産できてたかもしれないね。現在の能力はこんな感じでございます。あ、これ現在アイテム使ってるので能力の方が上がってますけどね。本来パワーは C ですから、まだ C ですね。うん、5年目でこの能力、特殊能力ですからね、非常に素晴らしい。いいね、惚れ惚れするね。まだまだマイライフはね、続いていきますから、そして続けていきますからね。で、セリーグのタイトル、パリーグのタイトルの方も見ていきましょうかね。うん。じゃあまずはセリーグタイトルから見ていこうか。セリーグの投手ランキングタイトルは、おお、これマー君ですね。マー君が防御率 1.26、 うわ神の子だよこれ、恐ろしいね。はい、勝利数でも圧倒的勝利数20勝、勝率でも1位ですね。あ、これ投手4冠きたな。はい、マー君投手4冠達成ですね。セリーグのピッチャー陣を圧倒的に離し、余裕の投手4冠。パリーグはどうでしょうか。パリーグは、おお、則本、マー君の意思を継ぐ楽天のエース、素晴らしいね。はい、則本が最優秀防御率、最多勝では23勝、やべえな金子千尋、余裕の、単独の1位ですね。で、勝率でもこれは、あ、勝率だと大谷が1位なのか。あ、セーブ部門は41個で平野ね。ホールドも48個で真原。こっちはどうだ、パリーグ、セリーグ。セリーグは42個で今村。で、48個で、ミコライオだね。うん、オッケーオッケー。ほんで、パリーグの奪三振ランキングは249個で金子千尋だね。ただ、三振率だけ見たら、則本と大谷の方が高いね。うん、投げたイニングの違いかな、これは。いやー、素晴らしい投手陣がいるね。恐ろしいよ。次は野手ランキング見ていきましょう。まずはセリーグから。おー、首位打者は3割3分6厘で、長野と青木が同率ですね。で、安打部門では201安打で青木だ。素晴らしいね、青木。本塁打部門では50本で筒子。おいおいおい、日本の4番覚醒ですよ、皆さん。日本人で50本打てる、恐ろしいね。打点部門でもこれまた筒子ですね。得点圏部門では長野がリーグ1位だ。で、盗塁部門では40個で荒波、成功率も高いね。こんな荒波、信じられない。出塁率部門では4割1分5厘で、これも青木。OPS ではゴメスがリーグトップですね。お次はパリーグ。首位打者は T 岡田の3割5分6厘。P マンはリーグ6位に入ってますね。いや、今季はもう T 岡田が圧倒的ですよ。打ちまくっとんな。で、安打部門では198安打で、これも T 岡田。ピーマンはリーグ3位。おー、いいとこつけてるね。で、本塁打部門では51本で、おー、T 岡田？やべえな、これ。ほんで打点王は T 岡田。はい、来ました。はい、パリーグ5年目にして三冠王達成ですよ。T 岡田とかいう化け物。首位打者、最多安打。で、本塁打、打点。これ、出塁率も取ってたら五冠だね。五冠ですよ。
得点圏部門では島がリーグ1位、ピーマンはリーグ4位ですね。で、盗塁部門では42個で西川、成功率も高い、出塁率でもはい T 岡田、これで5冠ですね。で OPS 部門でもこれも T 岡田、うわ中島がやべえ、おいおいおい中島も OPS 半端ねえよ。ピーマンは OPS ランキングではリーグ6位ですね。いや T 岡田とかいう化け物恐ろしいね、恐ろしいやーですよ、怖すぎないみんな、五冠ですよ五冠。盗塁王取ってたらもう打撃タイトル全部取っとるからね。まあ、盗塁はさすがに無理だろうね。それ取ったらちょっと待てってなっちゃうね。はい、パリーグのタイトルはこんな感じ。さてピーマン同期の奥井に勝つことはできたのか、こちらの方も見ていきましょうかね。奥井とピーマンの成績、おー奥井の成績はこんな感じか。じゃあ一つ一つ確認していこうか。まず打率で見ていくとピーマンが3割0分3厘、糸井が2割9分5厘なので、これはこちらの勝ちですね。打率だけ見たらね。安打部門でもこちらの方が勝ちですが、安打ではね、安打数では書かれませんね、ピーマンリードオフマン起用、奥井は4番とか3番とか任されてるので、まあ安打部門ではこちらの方が勝ってます。二塁打でもこっちの勝ちだね。35本と33、長打率の方がこっち上かで、三塁打では負けているね。三塁打では糸井の勝ちですな、奥井のね、奥井の勝ち。で、ちょっと待ってよ。OK。これで OK ね。で、本塁打は13本と18本。本塁打部門では5本の差をつけられて負けてますね。打点部門でも66打点と106打点で、これも奥井の勝ち。まあ、ポジションが違いますしね。得点圏打率ではこれはピーマンの勝ちですね。糸井も3割打っとるけどね。奥井ね。で、得点部門とかは、まあ、この辺は置いといて、で次は盗塁部門ではこちら13、で奥井が10個、成功率が違いますね。盗塁数はこちらの方が上ですが、成功率重視で見たら絶対こっちの方が上だ。そもそもこっちはしない方がいいレベルだね。出塁率部門でも3割9分1厘でこちらの勝ちだ。奥井グッバイ3割6分4厘。高いけどね、もっとこっちの方が高い。 OPS で見たら、あ OPS で見たら1厘差なのか。はあはあ、これは僕の勝ちと言ってもいいんじゃないでしょうか皆さんね。いいでしょう皆さん、どうですか。ここまで見てくださった皆さん、これはもうどう考えても勝ちですよね。こっちの、まあ、長打の差では奥井の方が上ですけど、 OPS 出塁率だけ見て、打率も見てね、総合的に評価するならばこっちの方が優れてるんじゃないでしょうかと僕は思いますね。そうです、そうなんです、そういうことでいいんです。はい、次回実況するクライマックスシリーズファイナルステージの相手が決まりました。相手は西武ですね。リーグ優勝ときましたが、当然日本一もね達成していきたいと思いますので、次回では CS の方を実況するのでね、ぜひ見てくださると嬉しいですよ。今季は3割&初のタイトルベスト9が取ることができた最高のシーズンになったと思います。まだシーズンはね、クライマックスシリーズ、そして日本シリーズと続きますから、まだ終わってないからね。次回も大暴れといきたいと思います。次回またお楽しみに。じゃあバイバイ、また会おう。